ジェシー・ニールはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州オーランド出身。1998年から2002年に海軍に所属していた期間を経て、2007年にチーム 3D アカデミーにてトレーニングを開始し、同時にトライブルのリングネームでインディー団体に参戦した。ライノとの指定関係、構想デビューから2年後の2009年にティネと契約。 3月の PPV であるデスティネーション X に海軍の制服で登場。4月にはバックステージにも登場している。6月にマット・モーガンを相手にテレビデビューする。その後はライノとの指定タックを組むが、ライノのミスが重なり、ライノに見切られ、試合後にゴアを決められ、同時にヒールターンされてしまう。指定タック解消後にもう一度試合を行うが、敗北してしまい。 再び、ゴアを決められてしまうが、ブラザーリーボンが救出に駆けつけ、チーム 3D と共闘するようになる。チーム 3D との共闘チーム 3D と共闘後は一時的に、テレビに出なくなり、チーム 3D とライノのトレーニングを受けていた。11月のインパクト、デフキと同時にヒールターン、風貌もスパイクも悲観に舌や唇にピアスをつける、ギャング風に変えている。 12月にイライジャバークを相手に復帰試合をするものの、敗北も翌週にチーム 3D とライノと組んで、マット・モーガン、ヘルナンデス、スーサイドのハンディキャップマッチで初勝利を収めている。しかし、フィナールレゾリューションで再びチーム 3D とライノと組、モーガン、ヘルナンデス、スーサイド、ディネロの8人タッグに参加している。しかし、 翌2010年になると、ハルク・ホーガンとエリック・ビショフの方針により、チーム 3D は、ナスティ・ボーイズと交想するために共同体制から離脱、ニールとライノはテレビ出演がなくなる。ニールは2月に復帰し、サモア・ジョーと対戦している。2月下旬になると、フェースターンして、ナスティ・ボーイズとチーム 3D の試合に介入、チーム 3D を援護している。インク・インクの結成。 離脱4月下旬に、マット・モーガンとタッグを組み、チーム 3D の持つ、ティネ世界タッグチーム王座に挑戦している。試合後にザ・バンドが介入して、チーム 3D へ攻撃、ニールもモーガンに攻撃されてしまう。ニールは、モーガンとの乱闘後に、シャノン・ムーアを呼び込んだ。このことがきっかけで、インク・インクを結成、5月には、ダグラス・ウィリアムズとブライアン・ケンドリックを相手に、 タックとししてて初試合をしている5月の PPV であるサクリファイスでは、ザバンドの持つティネタグオーザに挑戦するも敗北、試合後にブラザーレイに襲撃されてしまう。6月の PPV であるスラミバー3では、襲撃してきたブラザーレイと対戦し、勝利を収めている。7月のビクトリーロードでは、チーム 3D の2人と対戦するも例から、ピンホールを奪われ負けている。 10月のバウンド・フォー・グローリーでは、オーランド・ジョーダン、エリック・ヤングと対戦して勝っている。12月のフィナール・レゾリューションでは、ビアマネー・インクと対戦するも敗北。その後延長契約をして3月に、タック・オーザへの挑戦を表明。PPV のビクトリー・ロードで、タック・オーザ保持者のビアマネーと対戦するも敗北。試合後にヒールターンをする。 その後4月のロックダウンや5月のサクリファイスに出場。サクリファイスでは試合後に首を負傷してしまい一時的にストーリーラインから外れてしまう。9月に復帰しメキシカンアメリカを攻撃してメキシカンアメリカの持つティネタッグ王座へ挑戦を表明した。10月にトキシンがインクインクのマネージャーとして交流。PPV のバウンドフォーグローリープレショーで王座へ。 挑戦するも獲得できなかった。11月のターニングポイントでタッグ対決にマネージャーを加えたインクインク、トキシンとメキシカンアメリカ、サリータで対戦するも再び獲得に失敗した。ターニングポイントで王座獲得失敗後に契約を更新しないことを発表。12月にある程度試合をこなした後に12月12日にティネとの契約が切れ、15日に ガンナーの DDT をコンクリートの上で受け、この登場を最後に離脱している。ありがとうございます。